PPD-40 は1940年にソ連で開発された短期感銃である。PP とはロシア語で短期感銃を指すを略記したもので、D は開発者バシーリー・デグチャリフ技師の頭文字から取られている。すなわち、PPD-40 は40年式デグチャリフ型短期感銃を意味する。ドラムマガジンを装着した。 PPD-40 当時赤軍に正式配備された代表的な短期間銃として、PPD-34 が挙げられる。PPD-34 はドイツの MP18 を参考に開発が進められ、1935年に登場した短期間銃である。後に起こった冬戦争で、 フィンランド軍が使用していたスオミエム1931のドラム式断層が注目され、PPD-34 にこれを使用できるよう改良し、内部構造を簡略化させた PPD-38 が1938年に開発された。しかし、箱型断層用に開発されていた PPD-34 に無理やりドラム式断層を装着させたため、 球断時には不具合が続出したとされる。PPD-34 に比べ内部構造を簡略化させたとはいえ、それでも大量生産には不向きな構造であり、さらに生産コストも高かった。このためソ連軍は、さらに安価で大量生産に向く短期間中の開発を進め、1940年に PPD-40 が開発された。設計は、 PPD-38 に引き続き、ソ連の重機設計家であるデグチャレフが担当し、外見は PPD-38 と比べてあまり変化はない。主な特徴として、PPD-38 で発生したドラム式断層の球弾不良が改善され、ドラム式断層専用に変更されたほか、重心の内部にメンテナンス性と重心の耐久率向上の 目的からクロムメッキが施されている。ただし上記に記した通りドラーム式断層の球団不良を修正した結果、内部の構造は PPD-38 に比べて余計に複雑化し、当初軍部が目指していた構造簡略化という目標からは完全に逸脱した設計となり、大量生産には不向きな構造となった。ただし、 ソ連軍ではその後も PPD-40 を使用し続け、後にソ連軍の代表的な短期間銃となる PPSH-41 が登場すると PPD-40 は段階的に廃止され、その後生産されることはなかったとされる。Wikimedia Commons には PPD-40 短期間銃に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。